突然だけどさ、サッカー上手い人ってさ、どんな人想像する？足元がある人？パワーがある人？おちんちんでかい人？違うよね。10番を背負った人が上手いよね。もう俺マジで嫌いだもん。10番着てるあいつ、たけしくん、もとしくん、ふとしくん、つよしくん、みんな上手かった。いや、なんでさ、もう10番背負ってるやつってみんなマジで上手いんだろうね。もう本当に、ムカつく。はい、もちろんね、現実世界でも10番めちゃめちゃ強いわけよ。じゃあ、ゲームにもそれ反映すればいいんじゃね？ということで、今回の企画、はい、前線全員、ナンバー10使ってみた！いいよ！はい、ここからはね、落ち着いて実況していくんだけど、もちろんもう前線全員だよ。もうナンバー10、もう10番の選手を入れたら、もうそりゃ強いに決まってるだろっていうの俺の考えなわけよ。まあもう分かってると思うけど、今回の企画のまとめ。前線全員ナンバー10入れたら絶対勝てない、間違えた、絶対勝てる説ね、やっていこうと思うよ。まあ、ナンバー10といえば声かけられ待ちのね、パパ活女子がね、想像されると思うんだけどね、そんなパパ活女子をね、もう積極的にもう自分からアプローチさせるような動きをさせて、もうナンバー10マジ強えぞということをね、証明していこうとは思う。ということで試合へ、あいつをスカッと見ていこう。まあ、ツートップ、ドログバとクライフ、まだ優しいよ。いけるいける。ビーラで中絞りの。待って、猫みたいにお前細いとこ抜けてくな。オッケーオッケー。で、中央見ながら。で、ここ横で、で、これさらに横いける。ノイス！ねえ、お前。来た！え？で、このまま！な、もう、お前さ、もう将来の夢猫って言えるぐらいお前猫にお前リスペクト持って生活しろ。で、縦で、これで。もう打て！いやー、無理だよな！そうだよな！こういうコーナーでね、バチクソにね、見せ散らかすんだよ。はい、神。で、縦行くですよ。はい、来た！で、中に折り返し。ねえ、打てよ！言うこと聞けよ！だから自分のゴールにバックスピンかかって入れよ。くそ。ガチは、もうナイス、オッケー。この位置意外とチャンスだよ。で、打て！無理じゃないの？ナンバーテンとかじゃないんだけど、もうこれ。プレッシャー！ナイス！そういうこと。もう圧力でぺちゃんこや、相手。で、はい、で、停止、いや、うわぁ、ナンバーテンのプレイ全くしてねえんだけど俺。でもさ、個人技をバチクソにやってるあたりはさ、これ10番の特徴よね。あ、じゃあできてんな俺。中央、とにかく。そういうことで、はい。でも結局さ、なんかナンバーテン以外のやつらが活躍しちゃってるんだけど。来た！いや、てかま、出るピが強いだけじゃない？企画変えようか。はい、ここ、開幕で。ぶっちりと。サイド。来た！いけるよな、コーチーノ。あえ？はい、ねえ、落ち着けよ、お前！もっとさ、精神を研ぎ澄ましながら。うん。こういうとこも落ち着いて、はい、はい、ピタッとハウスです。取りました。ねえ！やめろ、マジ、触るな、俺のボールに。マジ、俺の女ぐらい大切だからな、ボールは。で、いや、通る、ナイス！落ち着け。来た！素晴らしいねこっちにょ。はい、完璧に勝利を収めました。ああ、シュートめっちゃ打たれてるかな。え、チャンスカット見ていこう。ああ、ビルツ飛びそう。てかね、ビルツは真ん中がいいよ。ヌバッペはサイドにしな。まあ、この動画あなたは見てないと思いますけども。はい、この開幕からぶっちりと。決めていこうぜ。だって、おい、来たんじゃない？お、マジで来た！おい！シュート弱っ！猫じゃん！あ、猫になれたね、お前。よかったな。ね、中央に選手いるからさ、そういうこと、うん、もうね、中央にいるのにね、ばあ、ね、もうさ、はい、やめろ、マジ、ほんとに。やめろよ、マジ。もう、イライラすんだけどもマジ、波乗らせんな。ほんとに。じゃ、うん、だから、お前さ、マジで。立って、パスし。うん。もう、はい。お前マジ、家に行ってお前、しばき散らかしに行く、マジで。早く攻めろ！いや！よし！
でもまず絶対決める。おいー、バカじゃないの、我慢できずにスライディング、キモすぎるんですけど。こんだけ必死にねスライディングしてくるやつはね、だいたいね飛ぶから。はい、飛んだー。お疲れー。まだ借金30万ありますから返してください。こういうやつってだいたいね、こう引き分けになると焦るから。ほら、この長いパスが増えてきたね。もっと落ち着かないと。でこれ中央空いてる、はい。で横流し上がってる、来た、いけ、うわー、素晴らしい。やっぱ10番だわ。やっぱ10番つけてるやつで組めばもう強えわこれ。な、言ったでしょ、10番みんな使えば俺うめえよみんな。うん、あの検証結果、ナンバー10はやっぱ強くねえわ。